清楚ホテル南海大阪で5月1日初となる抹茶スイーツを使ったプロモーションが始まりました。レストランタボラ36やスイスグルメザ・ラウンジで様々な種類の抹茶スイーツが登場します。抹茶のスイーツをたくさん用意しているんですけれども、様々な食感とまた同じ抹茶でも様々な深みを味わえるようして用意しております。タボラ36ではランチビュッフェとディナーセミビュッフェで抹茶とオレンジや柚子、いちごなどのフルーツを使ったスイーツや抹茶のチョコレートファウンテン、抹茶のピザなど約40種類が登場します。スイスグルメでは抹茶の焼き菓子やケーキが登場します。中でも抹茶フランボワーズシュークリームは抹茶シューにフランボワーズ、抹茶の生クリームとマカロンを乗せた見た目にこだわったスイーツです。年齢を問わずいろんなお客様に、お越しいただきたくさん召し上がっていただきたいと思っております。抹茶スイーツを使ったプロモーションは5月31日までです。以上、難波経済新聞でした。